うん、なんも来てなかったよね、通知。わかんない、通知は何も来てなかった。さっきからうるせえな、藤見ちゃん怒ってるよと怒ってねえのに、うるせえんだよコミ、うん、こういうのとコメントが一番やつくんだよ。あっちの枠だけ見ろよ。いや何も来てないんだよね。何も来てなかった、うん、うわっ、朝からきつっ、なんマジで全部やれちゃった。おいしそう。えぐいんだけど、朝から食べるか。食べる。そうでしょ。すごい豪華、朝から。豪華なの？え、豪華。食えよ、豚。いや、豚も食えよ。俺食えない、朝からこんな。私ちょっとだけでいい。俺マジ、これはきつい。これは何、もうさっきからもううぜんだけど、なんでこれこう富士見ちゃんに富士見ちゃんに富士見ちゃんにって書いてあるの、これ大丈夫かな。いや全部ロック入れてくから大丈夫。もう大丈夫、焼けてる、焼けてない。ちょっと食って早く。うん、いいよ、後でなしってやつはブロック入れとくから、俺なんとわけでアカウントではブロック入れとくから大丈夫。焼けてる？なんか私は大丈夫です。うんうん、もうもっと、はい、はい、もう一丁。いいよ、そういうのに。こんだけ焦げててさ、中火通ってないってもうやばいよ。わかんない。あのね、ギュッと押すじゃん。ギュッと押した時に出てくる汁が赤かったらアウト。白かったらセーフ。焼けてる。赤くても中が赤くても汁が白かったら焼けてんだよ。うん。お肉も美味しいです。みんなね、これちゃんとね、把握しといてね。ここ入れていいですか。あ、そうそう、透明だったら今言ったやん。赤かったらアウト。はい、赤かったらアウト。赤くなかったらセーフ。だから透明だったんだろ。透明だったんだったらセーフだっつってんだよ。何、透明だったらいいよ。おめえよ。いや。また洗い物増えちゃったね。お口が悪いよ。うん、なんでそんな変な髪型にしたの、パニ。なんでそんな変な髪型にしたの。そうなりたかった。え？ああ、化粧水。から？なんかダックスの耳みたいになってる。ボハボハで、ボハボハでダックスの耳みたいになってるけどね。ダックスか。これはどこかしら。どういうこと、なんでいちいち確認すんの。本当キモいよ、なんかそれ。あのね、肉を噛むじゃん、うんうん、ベロって一回出してからまた食べるの、この人。いいじゃないのよ、うるさいわね、ほんと。ブサイク。ブサイク？
ブサイク。いいじゃないの別に。いいの？あ、10分でかめじゃん、もう早く。もう10分だって。片付けて。急ぎましょう。そう。優雅に過ごしてばいいじゃない。洗い物してパニー早く、あのブスのやつでしょ、ブスブスじゃん、ペッペッペッって洗わない、水洗いなんでよ、荷物運んで、こう使ったんだから洗ってよ、ちゃんと荷物運んで、もう荷物運んで、何言えないの、豚逃げた、片付けずに豚逃げた、俺とひーちゃん似てる？あ、それはよく性格似てるよね、俺とひーちゃん、うん、俺とひーちゃん性格似てるよ、うん、だからね、ひーちゃんと俺は喧嘩してもいいんだよ、よいしょ、ひーちゃん、そっくりでしょ、俺とひーちゃんの性格って、だね、いやー拭いてほしい、俺とひーちゃん性格そっくりだよ、俺とひーちゃんは性格がそっくり、あんた、何間に合わないわ、早く伝えた、やばいわ、どうしよう、うん、死んじゃう、あん、うん、豚バラ洗い物してよ、もう洗い物、洗い物俺の使ったんだから洗い物してよ、豚は何もしなくてどっか行ったけど、もうちょっと片付けようとしないと、豚洗い物しろよ、ちょっと今たくまくんの眉毛描いてるちょっと何やってんのこれ、たくまくん眉毛描いてる、いいよ描かなくて、男がこういうプレイなの、やってもらえな、うまい、いいよ眉毛綺麗だもんだって、俺眉毛印象変わるで、ほら結構変わるよね眉毛、俺の眉毛綺麗だから大丈夫だよ、いやまだいけるぞ、まだいけるぞそんなことしてね、洗い物してくれ、洗い物、俺いあの片付けなきゃいけないんだから、俺もう車の中に、なんであそこあそこでイチャイチャしてんだよ、意味わかんねえだろ、いいちゃんちょっと車の中さ片付けするからさ、うん、ちょっと持っててもらえる、なんであのちょっと車の中入れないと、この配信自分でしないの？大将君自分で全部やってるよ。だって時間こんなだ、でも10分前でもこんなバタバタどうすんの？もう出ないと。もう行かないといけないんだよもう。何しなの人いった。だから普段通りってことだよね。はい。ね。なんかもうお酒入ったらよくわかんないもん。昨日結構疲れてる。と思う。私なんか変だった、中村さんも、私変だった、え中村君は何、中村さんこそ、中村君この携帯ね、あ脱ごうかなですね、下半身ねバンにしたほうがこの放送ね、ほんといいこれバンにしてこの放送ね、うん、忘れ物ないね、もうこうジュースは持ってればいいよね、ダメ、いいよね、ジュースとかね、置いといても行きますよ、帰るよ、皆さん帰る、帰らないの、荷物つまんで、荷物、あれ洗った、はいで、どうしたいの、はいはいはい、で、みんななんか多分あれじゃない、片付けちょっとよくわからない、これね、とりあえずもう積んじゃえばいいのね、バン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 ね、豚どこ行ったの、豚
な、あの、あそこで優雅にあんた喋ってるけど、優雅に喋ってる場合じゃないのよ、あんた、ほんと。あなた。あそこ、たくまくんと忘れちゃう、もうほんと。優雅に喋ってる場合じゃないの、ほんと。油と塩とかもありますか？はい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 。ほんと。でしょ？あ、これも？これも持って帰りましょう。ないもんない。これ何個これ仲間になっちゃう？これが仲間になっちゃう。これも？あれ、豚が？豚これが取れてきたよ。ね。豚？豚？うん、どこ行ったの？うん、どこ行ったの豚が？豚。豚、ちょっと荷物荷物、これたこれあれだよね、ブスですね、ブス、そうそうそう、ブス、あ、上のこれどうする、これ全部強かもね、ね、これ半身持っちゃうとね、私もう両方できないのよ、両立が。あと全部できないの。何しろ、何しろこの女は。何この女。本当、ちょっと、休んでる場合じゃないの。本当もう帰るのに。あと5分で帰らない。間に合うのこれ5分で、あなたたち。無理じゃねえ。本当絶対これ延長料金取られちゃうこれ。カメラ置いとこうし。とりあえずちょっとこの2人見といて皆さんね。ちょっと見張ってて。とりあえずちょっと。これお肉も捨てたもんね。そうですね。せっかくやったけど、食べるお肉。何食べるの？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 どこにいんの？ちょ、豚、あのこれ洗ったよ、洗った、うん、豚の種類が多すぎて、そうや、うん、よし、よし、よし、今度いいよね、もうないね、オッケーね、はいはい、これペットボトルってあそこ置いといて大丈夫かな？ペットボトルはもう処理しちゃって大丈夫です。あ、本当？あら、中に入ってても？あ、中身のはあ、ごめんね、捨てちゃって、中身捨てた方がいいのね、あら、あ、ごめんね、あ、うん、何分前よ、もう3分前なんだけど、ちょっと本当行かないといけないんだけど、本当皆さん、本当うちは私のところは結構 OK なんだけど、それなんちゅうのかな、本当ね、ちゃちゃ行かないといけない、そうそうそう、これお茶持って帰るのこれ、あ、そう、水は、これオイルじゃないの、あんた怖いわね、やだ、オイルなんか飲んだらまずいわよ、お水これ持って帰ったぞ、どりゃ、あ、いいのよ全然、はいはいはい、はい、どういたしまして、オイル持って帰るでしょ、あ、そう、運ぶものは、はい、準備して、もう帰るよ、私たちは、あともう皆さん1分で出るわよ、1分よ、1分よ、1分で出るのよ皆さん、マジで1分よ、もう10時よ、もう、そうそうそう、キャリーちゃん行くのよ、もう、そう、ベッドの中に行ってても、もう終わりなのよ、もう、行くのよ、これ何、これ、これ中入ってるわよ、これ誰のやつなの、これ、これ、中これ入ってるわ、大将くん、これ何、カンカンも一緒に捨てていいの、ダメでしょ、別であっちに、あ、別なんだ、あ、でも、はい、あの何、自販機のところです、あ、そうなの、うん、
よいしょ、めっちゃ汚れてる靴いるんだよ。すすよ。あ、ここにお皿あったじゃん。皆さん10時よ。10時よ。時間よ。誰服？誰これ使う？誰服？誰の服？ピンク。ピンクの服誰？誰？ピンク誰？ピンク。あ、あせちゃんよ。あった。ピンク。これ。豚。豚豚豚これは？それもやらないと。これ見るんでしょ？うん、危ない危ない。そう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 。豚これどこにあるの？あ、持って。よし。オッケー。私のところオッケー。それは？はい？それ誰の？あんたどこ動かしてるのそこにあんた。どうしたらそんな半径動くのよ。これは？誰のそれ？タバコ誰？タバコ。誰ですかね？あ、タバコがいるんだ。チェック。アウト。チェックチェック。チェックします。大丈夫ね、チェックオッケーね。オッケー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 ね。オッケー。オッケー。ん？何コンドームとかないの？大丈夫？コンドームない？大丈夫ね。薬もない？大丈夫ね。オッケーね。そう、忘れ物が一番心配ね。本当。うちのところ、うちのところは結構大丈夫、何もなかったからね。本当。そうそう、オッケーね。オッケー、タオルね。よし。あ、どうしよう。どう？こっち。待て。豚のやつ。はい？なんて？ゴミ。ゴミはオッケーよ。あ、ゴミ置いてていいの？あ、ゴミダメよ。ダメ。うん。ゴミダメよ。ないな。ないな。これ何？エアコン。エアコンついたまま。エアコン全部来てない。全部来てない。オッケー。部屋のゴミ箱だって。嘘マジ。もうね、要請もないね。チェックするわよ。あとゴミこっちもあるな。ゴミ。これだな。見てた。これも。これもね。振りかがしない？オッケー。ない、大丈夫。コンドーム取ってないの？生肌。生肌だから。生肌だから。これあれなのよ。あの、ラルフローレンなのよ。これね、このパンツ。いらない、もう。野菜、多少持って帰るかい？いいです。いらないでしょ。タオルはいらないね。タオルはいらない。じゃあ OK かな。終わりました。終わりました。氷あるじゃんね。氷あった？ほら、なんなのよ。あ、大将くん氷あります。え、氷あるわ。氷、うん、アイスロックあるよ、まだ。持っていこうか。一袋。うん、持って帰りましょう。持って帰りますか。うん。そこ置いてもしゃあないもんね。昨日氷ないで騒いで。そう、私も触れたの。氷ない言って。全然ないで、いっぱいあるよ。そうなのよ。あ、こっちなんだ。さあ、帰るわよ。帰るよ。これ大将じゃん。私の、これ、うん。私の、うん。これで、そうそうそう。他出ないね。オッケーです。はい、オッケーです。はい、出ましょう。はい、出ましょう。ね、最近起きれんの？偉いわね。びっくりしたわよ。偉いわね、本当。そうよ、偉いわね。起きただけで褒められるっていい人。ねえ、偉いわね。あ、私こっちだわ。はい、ね。あ、すいません。ごめんなさい。よいしょ。よし。携帯ない？あ、その服かわいいわね。ありがとうございます。この服何？プニューズ？私も携帯で。いや、これもなんかやっつくんの。え、かわいいね、それね。やっつくんがもらったの？もらいました。かわいい、その服。かわいいですよね。うん、ピンクのやつかわいい、これ。プニューズみたい。ですよね。ワンピース？いや、一応下ズボンは履いてて。あ、びっくりした、今。
パンツ見えると思っちゃったわよ。かわいい。デニムかわいいね。そうですね。そうそう。え、でも結構何？え、でも、え、でもキャリーちゃんでも XL ぐらい？ L ぐらい？ XL です。XL スターズなの？へぇ、でもいいより全然ね。本当ですか？私なんて 5L よ。そうよ。うん。よいしょ。よいしょ。あ、いや、大丈夫よ。いいの？何飲みたいの？おばちゃんみたいね。何飲みたいのつって。そうそうそう。そうね、私じゃん。オレンジもらおうかな、うん、いいオレンジもらって朝、うん、ね、あ、すいませんごめんね。パニコはパニパニちゃん、先生がもらったのね。合わせちゃう、お水もらう、キャリちゃんいる、もらっちゃった、いいよ、何？あ、いや、なんか、戻って、どうしたの？あ、なんか買ってくれる。あ、そうなのよね、よかったわね。そうそうそうね、豚荷物大丈夫？私たち荷物歩いて持ってけってさ。なんなのあんた、あんたが持ってきなさいよ。これこれ藤見先生のやつよ。キイちゃんのやつとかもどうすんのよ。どこに持って向こうよ。いいわよ、持ってくから自分で。そうそう、この車パンパンだね。あ、待って、もう一回家に帰って下ろすの？あ、いろいろいらないもの、もう木とかはもう一回下ろしちゃうね。うん、何、引っ越しは何が欲しいのかあるの？引っ越しは何が欲しい？うん、ソファー。いやいやいや、そんな高いソファーじゃない。高いじゃんソファーって。高いソファーを狙うつもり。どこのソファーよ。でもローソファーだからそんな高くない。高いのよ、またやめてくれる？そういうのニトリで、ニトリだ。ニトリでいいねえ、ほんと。え、ローソファーで何人ぐらいのやつ？2人ぐらいのやつ？まあまあそこぐらいでいい。2人3人ぐらいでいい。だって来た時配信者の人来たらさ、パニちゃん、パニちゃん、引っ越し祝いな、ソファーが欲しいんだって。え私の引っ越しはないわね。だってないね。だってあいつ教えてくんないんだもん、住所。えいけないやん。あんた晒すからでしょ家を。ほらあんた、うん、そうそうそう、家晒す人なんか教えたくないわねえ。カシン君と今日会うの？あ、今日は会う予定はない。会わないの？今日会わないの？なんかカシン君が講習があって、うん、昨日言ってたあの出頭の日なんですよ。うんうん、まあ、一応まだ決めてはないで。あ、そう。え、じゃあ何、今日は会わないのね。明日？そうですかね。まあ、ちょっとあの状況次第で会えたら会いたいんですけど。本当好きなの？本当に好きです。本当？本当に。本当？はい、うん、ねえ。頑張ってね。ありがとうございます。キャリーちゃん、ねえ、またなんかコラボしましょうね。あ、ぜひお願いします。ねえ、何するコラボ？何がいいだろう。何する？うん？ワセちゃんがまたなんか最近。ワセちゃん？持って帰れないのそれ？持って帰るわこれ。持って帰っちゃう。後ろにも入れちゃう。どうせ大変でしょこれ。どんぐりが好きなの？どんぐり？どんぐり。どんぐり拾ってるの？うん。トトロじゃあるまいし。そうそうそう。どんぐり。幼女か。ほんとねえ、後ろに真ん中に入れて、芋虫出てくるわよ。あ、ちょっと待って、車来るわよ。怖いわ、潰されるわよ。ぐしゃっていく、ぐしゃっと。ぐしゃなの？うん、そうよ。あんた危ないわよ、ブサ、あの、板橋ナンバーよ。子供4人よ、産みすぎよねえ、子供4人産みすぎよね。よく頑張ったわね、4人も。あ、これいい車ね。これなんていう車？これくらいね。あ、後ろ空いてる。あ、お姉さん、後ろ空いてますよ。後ろ空いてますよ。後ろ空いてる。空いてるんです。後ろ空いてるんです。あ、大丈夫？開けてるんですか？開けてるだけ？換気で？換気だけてんの？うん、そうそうそう。大丈夫。どうも。あ、そうなんだ。ねえ、あの車いい車ね。高いんじゃないの、このベンツ。いくらするあれ。
C クラスよ。次どう C クラスどうの400万ぐらいよ。あそうなんだ。でもすごいわ、高いわね。お茶箱投げてほしいわね。お金あるんだったね。本当。そう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 。お。じゃあはい。オッケー。やったよ。お金余ったの。余りました。あー来た。ちょっとこっち来て。したいと思います。お金よ。お金いらないのね。お金よ。お金。どんぐりどんだけ持って帰るのよ。ほら綺麗でしょ。綺麗だけどね、本当。虫ないですか。虫ないな。虫ないやつなんだな。誰が来る？あのオウム。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。一応一人当たり2万5千円の、会費いただいたんですけど。はい。なんと。1万500円ですね。一人。あらー。ありがとうございます。ありがとうございます。まず1万500円だって、はい、ひろんなさんですね、はい、はい、こちら、はい、おすごい返金きた。だって藤見ちゃんの写真部分も。あ、そうかそうか、そうね、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。見ないで、ごめんなさい、見ないで。で次が、はい、じゃあ中村くん、はい、じゃあ500円、これ1万円と1万円と500円です。500円、はい、ありがとうございます。そんなのおでいらないよって言わないで。面白かったからみんなに寄付するよとか言わないで。なんでよ、みんなでこれで美味しいもん食べてとかいう風に言えたら結構いいんだけど。するわけねえだろ、ね、そんな。パニちゃんありがとう。ご飯行く？ご飯行く。何が何が何が聞いて聞いて先月、うん、っていよいるし、あのちなみに先月俺よりマンスリー高かったよ。そうよ、すごいじゃん。いやみんなが頑張って、しかもこいつ、しかもさドヤ顔で、しかも今ドヤ顔なんだよ。そうでしょみたいな。そうですね、でもいいじゃんプラチナなんだから。みんな、ね、頑張って。私でブロンズよ。俺あどこか言わない。ブロンズよ。ブロンズよ。私プラチナでしょ。いやブロンズよ。ふわっちふわっちはでしょ。やってないからでしょ。やってないから。それはそうそうそう。そのどのどの育てよ。はい、ホワイト全員来ましたね。返してお金。返金来ましたね。返して。なんでだよ。なんで返さないといけないのよ。そうよ。なんで返さない。ハートの中に私が映って見えているの。ひどちゃん。ひどひどちゃん。はい。あのこれいただいちゃった。あ、全然大丈夫ですよ。経費全然。うん、おいしい。なんか大将くんに全部やらせてしまってなんか申し訳ないね。なぜなんか。みんなに先日払った。至らない点が肩。至らない点が。そうする？いいじゃん。やってくれたんだからいろいろ。あげる1000円。1000円ずつみんなで渡そうよ。私払うよ。はい、いいです。あるの？あ、それすごい。何ちょうだい。何？間違った。5000円。さすがね。さすがね。さすが先生ね。さすがね。本当？たずとよ。うん。あ、でもいいっす。いらない。先生。あ、いえいえ。いい、なんか、なんか美味しいもの食べて。じゃあ次、次、次じゃ、次遊ぶの？じゃいいですよ。あら、何いらないと受け取らないの？ダメよ。じゃあ俺が代わりにもらってくる。やだよ。なんでおで。ありがとう。ありがとう。帰ってきたわ、北里が。いいの？また今度遊んだ。本当？マスター。来たよ。車いよ。いらっしゃいませ。そうそうそう。ご来場。じゃあ交渉いたします。で、どうする？解散にするんだったらもう帰っちゃうし、このみんな連れて。俺、岩畳行きたい。岩畳行きたいと。近いから。岩畳行きますか？どこから？あの、すぐその辺ですね。岩畳でみんなありがとうございましたね。ちょっとさ、俺トイレ行ってくるからさ、ちょっと持って。あの、なんか鳥が、でっかい鳥があって、あの、みんなで去年、あの、変なお店がいっぱいバーってあって、河川敷の。あ、行った行った。あそこ行く？ええ。お土産買いたいよ、どうですかね。そこ、お土産か、あ、なるの？お土産とかもあるんじゃん、あるんじゃん、そこ行こうか、おはよう。いやいやいや、私中村くんから任されたんだけど。
分かった、貸して。あ、いいけど。あ、じゃあ分かった、どうしようかな、じゃあ。誰、じゃあパニ持ってても。ええー。もう。キャリーちゃんでいいじゃん。ね。持ちますよ。持ちますよ。大丈夫大丈夫。全然持ちますよ。何、なんかおはよう。よいしょ。行こう。バイバイ。よいしょ、よいしょ。すごいわ、コメランが。ね。朝から刺激が。おはよう。いや、びっくり。格好かかってるから、これ。おはよう。あれ、これ誰の車なんだろう、これ。おはよう。すごいですね、今ね、全然ね。違うの。文字が見えない。ごめんなさい、おはよう。今なんかバニーは見えた。これ格好だよな、格好。先生、おはようございます。元気でしょうか。足ね、大丈夫、うん、大丈夫。昨日リスワンだったの、私。あ、取れたんだ。わかんない。ありがとうございます。写真子さん行かないよ、本当に。え、本当に言ってんの？え、わかんないんだけど。ガチ？いや、ありがとうございます。本当なの？全然。え、何？本当に言ってんの？これ誰の車なんだろう？中村くん？あ、じゃあ私ら中村くん待ち？あ、空いてるよ。え、出るの？空いてる。空いてるの？中村くんね。え、リスワン取れてんの？いや、皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいだけ。う？何が起きてんの？一日の中の会で終わったわよ。ねえ。よしよしよし。いや、ありがとうございます。いやー。よしよしよし。よしよしよし。待ってね。せーの。あ、ごめん、ちょっとキャリーちゃん。よしよしよし。え、ほんとなの？やだ。嬉しい。みんなありがとう。ほっと。いやー、みんなさんのおかげですね。よしよしよ。あ、ごめんなさい。あ、これあれなのね。よしよし、ちょっと待ってね。ちょっと待って。おいで、ちゃうわ、ちょっと。あ、ちょっと入んないわ。よし。よしよし。うん。朝からちょっとね、カッカしないで。文字が見えない。はや、起きた。おはよう。おはようございます。おにぎり、私が8個食べちゃいそう。ねえ、ねえ、よしよし。おはようございます。目覚めた。これ おでわくだよな、これな。ほんでしょ。よしよしよし。いやー、いいよ。いや、ちょっとここ置かせて、ちょっとここにさ、一回置かせて。ごめんなさい。火、あれ、火屋がね、消えたわ、どっかに。もういいや。ね。カニスケ、結構ね、眠いなりな。どうなっちゃったの、これ。うわー。一回ね、こういう時はほら、あれしよう。皆さん明るい気持ちにね。何なんだろうね、この。こうすればいいのよ。見るなよ、そしたら。こうね。うつしなとか、うつ見るな。よいしょ。お待たせしました。静かな街、同じ起き朝、みんなを探して帰れる。チュパチュパチュ、いつもと同じ感じ、朝顔を売りに来る。
ないですよ、おもち、かぶれだから、嘘なしに、おはよう、ベル。バディ、クラスバーロー、早く。あ、もう解散だった？分かんないんだよ、そこ。あー、ベル。お疲れちゃった。なんかどうですか？よしよし。OK。OK。朝だね、こうやってね、面の目覚ましてね。どうですか、これ。ね。もうね、朝はね、こう、清らかにね。行きますよ。夜中にね。ああ、すごいわ、揺れるわね、ちょっと今日ね。あ、荷物、あ、大丈夫だ、はまってると思う。よかったね、こう清らかな空気をいっぱい入れないとね。さあ、か、もう帰る？岩畳行くのね。うん、オッケー。うん、帰りよ。よっ、みんなで行くね。はいよ。岩あたりね。はいよ。これね、うんこかかってんだよね。うん、うんこはうんこだけど。なんで後輩気分って。携帯いじれないのが怖くて。もうこの眉毛なくなっちゃってな、な私。大丈夫そんな、カメラ君。あれ、なんで？岩畳どっち？いや、格好なかったら、もうボロボロ弱ですよ、今。たくまくんね、前いるいる。たくまくん、ね。そうね、いないと帰れないわ。ね、そうです、みんな。さささささ。ああ、また綺麗だなって、いつかでその葉っぱを取ってね、教えてほしいの、綺麗ってね。わからないです。ごめんなさい。全然わからないです。嬉しい。ね、ボンジュール、席信号に出て忘れてやめて。朝からやめて。いや、大丈夫よ。大将さんね、荷物ね、いっぱいあるからね。乗れないよ、もうやめてよ、慎吾さんに言ってる、やめてよ。あれ、なんかどっかね、あれ、さ、ね、どっかで DNA が混じり合ってんのよ。咳みたいな。昨日、まず4時に寝た、4、5、6。全然寝てないじゃん。全然寝てない。うん、よくね、似てるっておっしゃって、ね、言ってくれるのよ。俺も後ろから来ないけど、うん、もうあんたがでしょ、なん。ちょっと冷やいたなんて、冷や、皆さんです、お冷やね、冷やがね、冷やが欲しいね、もうね。手作りパンこちら何十年もかけてね、朝日ね、朝日スーパードライじゃなくて朝日の美味しいお水ね。うん、うん、やめろお前、変な声出すな、うん、お前、うん、うんとか、ちょっと飲んでるの、エラ呼吸だ、エラ呼吸、エラ呼吸だもん。ちょっとエラ呼吸、今違う、肺活量少ないの今。うん、ここら辺近辺、よいしょ。
なんだよでも。呼吸大事、そうそうそう。釜の呼吸必要じゃない。今これなんだよ。釜の呼吸。こっち行った方がいいと思う。これ辺も駐車場だから。ここ一番ね。右折して。ここの駐車場で100円。いや、うん、近いってくれ。まあ、あっちだけど、多分あっちが安い。釜の呼吸ね、一の釜。一の釜よ。来たじゃん、パニー。何よ、どこよ。ここは静かな町？こっち側、静かさ。長瀞ラインとか。ああ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 。また下ったんですよ、今日。駐車禁止、500円。違うんだよ、ここで500円で、あっち100円だもん。そういうのがフラッグ回収したね。どの100円なの？1日100円までさせないでしょ。保険までおかまみたいな。1時間とか200円。一緒。1時間も2時間もいない。お墓に入るまでおかま。1時間はいるんじゃない？いるの？石畳って。いると思うよ、だってそこは通りがさ、地味上げるからなんか食い物あるし、すごいじゃん、来たね、確かにルベルと。もうここら辺でパーキーの中にやっぱり、ここでいいんじゃない、ここ降りるの、うん、あの前払い200円降りるみたい、じゃんけんしよう、200円チャレンジいらねえよ、そう、まいや、生まれ変わってもゲイでした。どっちかにしてほしいよね、来世は。男かさ、女性かさ、男性かさ、どっちかにしてみたいなさ。いい加減にしてみたいな。ね、今生きること修行じゃん。皆さんもそうだけどさ。ね、修行を終えた後にさ、また来世おかまって、ハッピーとか言って。ね、スイーツでも今やってないけどね、じゃあそれつられちゃうの、吹かれると人間さ、私ポンコツね、ポンコツよいしょ、ついたのかな、これおかまよ、富士壺ついてる、股間に股間に富士壺やばいな。立たない富士壺がついてる、ちょっと見なさい、よいしょ、ね、引っ込み思案なのよ。ね、立たねえ、立たねえ、つって。おかまのふりやめなさい、するうちのお母さんの口癖じゃん。言われたの、お母さんに。あんたって、おかまのふりするのもうやめなさいよ。おかま、お母さんっていつ分かってくれんの。おかまのふりはやめなさいって。そうやって気を引きたいの人に手違うの、お母さん、つって。許して、おかまなの、つって。おかまなのってどういうことみたいな、おかまです、マジいい加減にしてみたいな、よーもう楽しい幼少期でね、先生もう一回入らない、はいはい、よいしょ、いや返せ、なにこれ、どうやって入る、これやんの、開けて、いないね、なんか揺れるとこあった気がするな、あれこれ、あ、留守の時を言う、日本ナンバー、え、941、ゆ、941、料金表に入れてドアの中央、あ、これね、うん、OK、 ピーちゃんたちも来るの、うん、いや、おはようございます、皆様、今から岩なんとかっていうとこ行ってきます、岩なんとか、どっちに行ったの、あっちなのかな、あ、おはよう、 LINE し、あ、了解です、どっちからすごい、待って、 LINE、 まあ、あっちだ、ちょっと待って、岩畳、あのね、確かあれがあるはず、あれがジブリ公認ジブリがあるんだよ、あー、どんつくろすかーい、てんちゃん、そう、岩畳公認ジブリがあるんだよね、公認ジブリ、そう、え、中村くん、お鍋だったの、どういうこと、お鍋だったのって、おでやトトロ違います、あ、取り方当てる、ナイス、ジブリのショップ、ジブリショップがある、あれ左行ったらもうジブリショップだよ、でも
配信できないからね。ジブリショップ。うん、ジブリ厳しい。ジブリだから。長瀞の岩畳。ジブリの、そう、ジブリの森だっけかな。どっち行く？線路渡って駅の方行って。え、ひーちゃんじゃ待たなくていいの？てか来なくね？多分みんな大通りから行ってるからあっちに着くと思うんでね。左が岩畳なんだけど。うん。右着くんじゃないですか？右のどっから駐車場？なるほどね。そう、長瀞の僕、泉ちゃん歩いてるよ。え、歩いてる？どっち側だ？どっち側だろう。まあ、でもこっちだよ。うん、どうせこっちだよ。なんか風鈴のところ風鈴のところ風鈴もう分かんないからもういいんじゃない。中村男でしょ。えのきついてるし。どういうこと？えのきって。あ、ごめんなさい。あれどっち行くの？あ、岩畳こっちなの？ん？あそこ、あっちにいるんだ。あ、やば。やばい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 。やば、線路が入ってる。線路の中。線路の中入ってる。電車通ってるよ、この線路。入っちゃダメだよ。中国人だと。なめこも。でもすごいよね、中国人がさ、長瀞まで来るってね。デカ玉刑事純情派だからね。デカ玉刑事純情派。めっちゃ空いてる。ここ来たよね。うん、来た来た。みんなでね、あれ来た来た。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもこんにちは、おはようございます。ようこそ長瀞へ。いらっしゃいませ。皆さん笑顔で行きましょう。いらっしゃいませ。何？お前誰？朝ね、みんな笑顔になってほしいなっていう気持ちを込めてね。で、もうバンバン前行っちゃってんだけどさ、岩畳っていうとこどこなの？全然わからないよ。たくまんは？たくまんだからまっすぐ行っちゃったよ。じゃまっすぐなんじゃない？岩畳あっちの方。あっちの方だよね。あっちだよね。 あの人なんかまっすぐ行っちゃってるんですよ。あら、じゃあ呼び戻して。うん、どこたくまくん見えないんだけど。たくまくん、どこ行っちゃうの？チャック、私開いてんだけど、ちょっと映したらダメよこれ。チャック開いてた。チャック開いてたの。うん、たくまくん、たくまくん、ふじみちゃんたち見つけたんだって。あ、そうなのね。うん、じゃあ行くか。せーの、はいよ。戻ってくるでしょ。岩畳だね。ふじみちゃんたちあっちだって。ふじみちゃんたち。いやー、めっちゃね、やっぱ長瀞はすごいね。すごいよ。ライン下りすんのかな。ライン下りはさすがにしないでしょ。ライン下り地味に2500円とかかかるからね、ライン下り。
ヨシエさんに会いに行かないの？あ、そっか、ヨシエさんあれか。稼いでません？いや、全然やってもいいんだけどね、やろうと思ったらね。あ、いたいたいた。うん、またたくさん歩かせると文句言い出すぞぐち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 。置いてっか、サービスエリアにね。サービスエリア置いてっか。ひーさん、なんでそっちに置いちゃったの？駐車場クソ遠いのに。なんで？岩畳のすぐ近くに俺たち車止めたよ。うるさいわねー。ねえ。何だ、どうしたの？背中に毛生えてる。歌いたい。歌言うなよ。おはようございます。誰ですか？どうも。こんにちは。お出回るといつか散歩に行きたいね。お出回るといつか長トロに行きたいよね。長トロキャンプ。神々ですね。神々なんです。にぎやかね。ね。感じた。すごいわ。ひーちゃんズボン斬新？全然斬新じゃない。全然これラルフローレンの。あれひーちゃんのそれチャック開いてるよね。何が？チャック開いてないわ。あ、開いてないか。あ、そういうやつね。ボタン系ね。何だろう。石？投げつけるのそれ。あ、やった石投げつけるとかそういうこと言って。ねえ、ここジブリのお店なかったっけ？ あるよ、まっすぐまっすぐ、ね、ジブリのお店ある。去年寄りましたよね。あ、ジブリのお店また行きたいわね。そう、ジブリ店がある、あそこの奥のお店あるのよ。うん。あ、どうぞくださいの。危ないわよ、まっちゃん、どうぞください。ジュースがね、うん、今美味しそう。でも店やってないでしょ。あ、10時からだからやってるわ。美味しそう。中村くん美味しそう。中村くん美味しそう。食べたいわ。なんこれ。じゃ食べるの？じゃ食べる。お金出して。じゃあ分かっていい、別にいいけど。さすが全員分だ。全員分入ったー。さすが男気。分かりましたよ。僕らだったら5,000円。900円。いくらこれ？800円。1個800円。7,000円。6,000円。6,400。もう今は中村君、今やもう毎回毎回。今と全然違う。モンブランだっけ？なんつったっけ？なんて言ってた？やべえな、ほんとに。絶対俺ひーちゃんが出してる金額よりも俺の方が出してる。生変。気が抜けてるって。外出ていい？生変。それ以上は分かってない。分かった分かった。ん？な9人だっけ？9人。9個。あと知らない？8。うん、8ね。すいません、モンブランって今から8個作ることってできます？分かってしまいます。
あ、全然大丈夫ですけど、はい。はい。お客様こちらの。ああ、そうだった。すいません。何？ちっちゃい。こっちがいい。プレーンね。キャリーの買わなかったら空気悪くなるだろう、お前。キャリーの買わなかったらね。キャリーちょっと聞いてみる？キャリーにダイエット中だからいらないって。いらないよね。一応ね、キャリーね、キャリーちゃん、キャリーちゃん、あのいる？キャリーちゃんも。あ、いる。分かった。あ、ダイエット大丈夫？大丈夫、ダイエット。3個くらい食うわよ。大丈夫？3個くらい食うわよ。そうです。1人で3個。そうです。なんであいつら俺に金使わそうとしてんの？意味が分かんないんだけど。あ、ダイエット、ダイエットいるって。ダイエットいる。ダイエットいるって。ダイエット。いつも明日だ。いつも明日。お、エブリデイ明日だ。さっきめちゃくちゃ食ってたのさ。サイコロステーキも食ってたのあいつ。サイコロステーキ、サイコロステーキも食ってたよ。はい、止まりました。大学芋がお一つでいいんじゃないでしょうか。480円でございます。いや、ガソリン代とか後でやるよ。あ、どうですか。ガソリン代と高速代だよね。うん、それだけ。いつもだったらそこにレンタカー代が挟んでる、ね、クソ高くなる。左側にあるやつ、レシートはご利用でしょうか。お願いします。はい、かしこまりました。レシートのお返しでございます。こちらお見せさせていただきます。おい、みつだって。中村抜いてやる。あ、俺の分抜いていいってこと。高速大ガソリンだ。いい、たくま。あ、いいって。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。そう、8個で。はい、かしこまりました。で、あと生スイートポテトのプレーン、はい、プレーンください。はい、あと大学芋ください。え、食べる？じゃあ8個でいい。8個でいい。はい、ご注文ご確認させていただきます。イモンブランが8点と、スイートポテトのプレーンが1点と、大学芋が1点で、以上でよろしいでしょうか。大丈夫です。モンブラン8点。合ってるよ。合ってる。モンブラン8。はい。高っ。7180円。リスナーくれ。お会計が7180円となります。クレジットで。はい。ついジャン負けで払う。ほとこぎじゃんけんかよ、マジで。男気じゃんけんじゃねえかよ、これ。こちらに、あ、タッチでよろしいですか。はい、ありがとうございます。よしよしください。はい、はい、俺何も負けてないからね、なんだったら。俺マジ何も負けてないからね。ただのもうしょうがねえから払うしかなくなってる。8人分のモンブランと、うん、スイートポテトか、うん、と大学院、あとプレーン、スイートポテトのプレーン、そう、大学院か。はい、お先
はい、少々お待ちください。ダメだ、それだけはマジ無理。それだけは嫌だ。蜜ですか。はい、すげえ。串は1本で大丈夫ですか。追加蜜、串は、はい、あ、もっとかけてもいいんですよ、全然。あ、はい、もっとかけてもいいんですよ、もうバン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 。そんないる。うん、テキルだぜこれね、全然入れた、入れれば入れるほどもいいんだよ。気のせいだ、デブだよ。おー、お母さん、お母さんも最高だね、ありがとうございます。え、新茶モルトも少々お待ちください。あ、みゆちゃん、ありがとうございます。あれで絞るのかな。みゆちゃん、ありがとうございます。これはね、うん、あ、そんな、生でいいんじゃない。あ、なんか、あれ、あ、お母さんね、お姉、ね、お姉さんか。あ、多分それで絞る、え、もう絞るんですよね、ここで。くるくると。ハロウィンどん作ろうすか。中村君からです。あ、できたの。これ大学芋みたいな。美味しそう。キョン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 。うん、大丈夫。キョンキョンキョン。おー、来るよ。なんかこの台がいいね。うん、すごい、すごいよ。あ、そうそう、ウォーズに来る。あ、ありがとうございます。うん、ありがとう。うん、すごい。3個掛けなんですか。あ、1個ずつ。うわ、すごい。うまそう。タレが。タレじゃない、これ、ペースト。ペースト。ペーストすごいよ。おお。うにょ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 って出てます。はい。うにょ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 。うにょ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 。すごいすごいすごい。うにょ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 。うにょ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 。うにょ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 。うにょ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 。すごいわ。うわ、興奮してきたわ。すごいね。800円1個ね。うん、2個入れるんですね、これは。2個ちょっとじゃない。うん、もるもる2個入れてたっぷり。たっぷり2個。おお、うわ、おお、しかも上手。でもこれ8個作るって地獄じゃない。うん、今からちょっとだけど。やだわ、できねえだろ。すごい。わわわわ、座れるのかな、そこ。あ、座ってます。8人だよ。8人もあるよ、だって。あ、ほんと。1個芋食いすぎ、みんなおなら臭そうだよね、俺ね。いつもよりたっぷり入れてます、これは、やっぱり。いつもより、いつもよりたっぷり入れてます。いえ、通常です。あ、通常です。あ、すいません。愛情の分だけ多くなる、蜂蜜。贅沢に芋が、芋フライが贅沢に。どうですか、あるんですか、やっぱ8個も、8個買う人いるんですか。あまりいらっしゃらない。あまりいらっしゃらない。団体さんとかで買っていかないんですか、やっぱり。買わないんだ、8個も。全員が全員食うわけないよね、なかなか。一人の白いカップのみ与えて、ありがとうございます。カップのみでお願いします。あれ、ひーちゃんとあれ、ふじみちゃんから持ってって。はい、食べやすいので気をつけてもらって。ひーちゃん、ふじみちゃんから持ってってあげて。あ、大将さん食べてね、次。はい、うん、あ、ありがとうございます。うん、これ次大将さんね、順番にやっていこう。せいちゃんが大学芋もりもり食ってます。あ、
なんであいつ大学院もあんなモリモリ食ってんだあいつ。お前俺の分は。ないわよ。お前おい俺が買ったのに俺の分は。ないわよ。ない？また買ってね。ふざけんなマジで。だってもうパニちゃんに二国してるもん。は？お前。お前らそれガソリン代とかに持ってるさ請求するかなもうこの野郎。俺の分ないって。ふざけんなよマジで。俺撮影してる意味なんだもんこれ。俺の分なしだってふざけんなよ意味わかんねえ、なんで金出してんのよ俺の分一個もねえんだよほらほらほらあーんじゃんあ犬種はね、カニヘンダックスカニヘンダックス、すごいこれ誰？トラチ君じゃん食べんなこれパニコに持ってきます、うん、これタクマ食べな あと誰豚娘と、うん、あ、タイソさんも食べてた、うん、タイソさん先食べてタイソさん先食べて中村くん何ふざけんなよあの豚なんで豚おかわりじゃねえよ俺の分どうしたおかわりじゃなくてふざけんなやば中村さんうまかったうまかった、うん、ちょっとこれいらないですねすいませんここ置いてはいこれ誰田中君これ分最後だうん、あ、これ最後俺最後にいいからあと2個じゃないあと2個でしょいいのこれいやもう食べちゃってこれ1人1個なのそれ1人1個太っ腹太っ腹じゃないこれ何ですかこれ育ててもいいうんおいしそう、わせちゃんちょっと喋るうんえ、ヨダくんいいのとか申し訳ないわそれ申し訳ないこれどう食べようかな、これスプーンどうかな、ね、いいの、わせちゃんごめんねごめんあ、ごめん、わせちゃんおいしいうん、まっ1個はえ、なんかうしまこれうち最後しっとりしっとりでいいっすねはい、ここで商品がはい食べないで、ね、まもなくいただきますはい、あ、俺もいただきまーすありがとうございます何分もかかったんだろう何分もかかったんだろう中村くん、あ、700円も買わないの？買わねえよ。ふざけんなマジ。ふざけんな。なんで？ふざけんなマジで。何怒ってるのよ。どんな風に美味しいの教えて。スイートポテト。何言うモンブランなんだよ甘すぎず甘すぎずだねモンブラン勉強してしまって甘すぎずちょうどいい美味しいそのスイートポテトみたいあのスイートポテトっすクリなんてかもさじゃ芋で芋クリじゃないよ芋これモンブランじゃないえ、モンブランモンブランモンブランそうね美味しいうん、めっちゃ甘かった、びっくりしたあの大将さんがそんな甘くないって言ったけどめっちゃ甘かったよ中にね、アイス入ってるアイス入ったの中にソフトクリームだから、うんあのキャリーの小食設定はなくなってます今日キャリーの食べたもの焼きそば3杯あ、待
焼きそば3杯、サイコロステーキ。美味しいっすね。で、大学院。甘さがあんまり控えめで、なんかパクパク食べる。うん。うまい。もっと甘いのかなと思った。中のこれ何このなんかあの硬いやつか。おいしい。これなんすかね。なんかなんなんかがボーロって書いてある。クリキントンみたいなやつじゃないのこれ。確かに美味しい。うまいこれ。ごめんね。ごめんなさい。ごめんね。ねお店。え？お店。花火ナイス。花火だった。なんだよ。よ、なんか怖いわ、なんかね。地震の警報かもね。いただきます。この下のお菓子みたいなの美味しいね。下のアイスの静電気が。このカスカスじゃ食べないです。芋きんとんみたいなやつが入ってる。下も芋だよ。あ、ね、美味しい。すごい、下もこの芋きんとんみたいななんかすごい入ってる。おいしい。おい、やめろ。おい、うざんだよ。中村くん、うん、かき氷食べたよね。あるのよ、ここにね。うん、ゴリアさんがね、食ってくれば。みんなで行かないとね。中村くん食べたいよ、ね。うん。で、誰？誰？出て。猫の。ニャンニャンニャンマンマ。ニャンニャンマンマ。結構ボリュームあるもんね。結構すごいボリューミーだね。結構お腹いっぱいになる。たっぷり。ね。下が違う。うんうん、下は下は食べる？800円これで。ちょっともらってる。これで800円。でも確かにこれ2人で1つの方がいいね。うんうん、結構量えぐい。シェアシェア系。めっちゃボリュームあるよこれ。半分ごくよ。全部食うよ。胃袋はね、そこら辺ね、男だから。そうだよね。800円。800円になる。普通。もったいないじゃん、食べれないのにさ。量があるからね。うん。全部食べれなかったら返金でお願いします。あ、全部食べれなかったら返金だそうです、ね、中村から。返金。くれるの？そう。うん、お金くれんの私、うん、なんでやねん。返金って言ってたのどまらに返さなきゃいけない。お前ら、お前ら何それ。あたちょっとお前らってこれ兄ちゃんだと聞いたの今。違います、違います。誰に言ったの？あのキャリーに言いました。いや私何も言ってないし。でもラがついてたからね。そうね、ラがついてね。なんでお前らって。やねーで出したのねっつって。当たり2回目。大丈夫、もう二度と出さないかね。あと食える。あ、ほらもうやばい、これお腹いっぱい。なくとかった。7000円出したの。腕の7000円。そう、でもあの7000円出して食い切ってくれないっていう。なんだろう、ちょっとした言葉の愛です。詰められる。優しいお前だったよ。おや、乱暴な言い方なんだけど、そう、優しさの乱暴に。お前もっと食えよ。食わってなくなったらどうすんの。無職だよ。え、俺無職になんないよ。違うの、お前と言わない。どうでもいいよと思ったら、うん、
俺無職になんない。配信で亡くなっちゃっても君とは違うんだよ、うん、君とは僕違うの。生まれも生まれも育ちも、ね、関わってる人も全然違うんだよ君とは。一緒にしないで申し訳ないけど、ごめんね。誰が反応ですか。誰が反応ですか。川下りしますか。え、できんの。川下りでやれるらしいけど。できるの。やりますね。やる。めっちゃ濡れるんじゃないの。めっちゃ濡れるよ。寒いよ。それ濡れる。濡れるよ。着替えないとダメじゃない。あ、濡れはしないよ、あれは。あれ、いや、全然濡れてない。どうやったっけ、去年。いや、濡れてない。あ、一緒にいたよ。そんな濡れてないです。いたって。いた。いたっけ。あはははははは。あはは。何。あはは。コースの一緒なんでしょ。体重制限大丈夫だっけ。大丈夫だっけ。ない、大丈夫。体重制限ない。行くじゃん。行きますか。川下りもあるけどね。あれ、なんか気持ちよかったですよね。うん。でも今日行ったらバカ寒いけど。いや、バカ寒いね、大丈夫ね。去年夏だからね。あの夏だからよ。でもバカ寒いって言いながら半袖ですか。うん。みんな長袖だったけど。毎年でもキャンプ行ってんだ。え、ですね。このチームね。ああ。腹いっぱいなのか。キャリーちゃん。嘘よ。残したって。残した？800円返金。別にいいけど。え？お金はあるの？お金は、金だけはめちゃくちゃ。やだよ。そんないらねえよ。もう食べたの。もうこれですらお腹いっぱいになるの。忘れちゃいらないの？あんたが買ってたんでしょ。キャリーいるなんて言うなよお前。責任取りなさいだった。キャリーいるって言うなよお前。タカシも食べる？いや、もう腹いっぱいです。もう、あれ、見てください。あの、こちらも腹いっぱいです。こちらの方も、腹も、こちらの方もお腹いっぱい。食べてなくない、ウォウォウ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 。あの、この方も焼きそばを食べてるんで、お腹いっぱいです。あらー。アニちゃん食べてなくないウォーウォー、アニちゃん食べてなくないウォーウォー、アニちゃん食べてなくないウォーウォー。マニちゃん俺がおごったの全部食べてくれる、優しいね。チョコパイもなるよ。あいつ全然食べてないじゃん。カリーちゃん少ないよ、ね、お前分かるよ、食べてるんだ、あ、多少は食べてるんだったら分かるけど、お前食べてないやん。美味しくなかった？めっちゃ美味しいね。味は美味しいよね。美味しい。あの今日のキャリーのご飯、焼きそば3、サイコロステーキ1。おお。焼きそば食ってた。うん。焼きそば美味しすぎて。すごーい。おお。じゃあまだキャリーちゃん、キャリーちゃん。もう一個行く？キャリーちゃんのやつあるよ、パニー。あ、二個。うん。もう一個でしょ？タクマの分もあるよ。あ、おか。うん。でも喉乾くね。喉乾くね。なんか水欲しいね。焼きそばも食ってるしね、俺はね。中村君、水が欲しいわ。知らねえわ。自分で買ってこい、水ぐらい。水ぐらい自分で買えや。もう絶対次からもすぐ帰ろう。何がよ。絶対次からすぐ帰ろう。何なの？川の水飲めっつうの？あいわい飲んでろダメよ。いやいいや、病原菌がついちゃう。じゃあ私も病原菌よ。おかま菌よ。おかま菌ついちゃうからどうするのね、明日からね。チンコ入ってくるよ。そうねえ、キャリー食わない気だぞ。どうさどうさどうさ。あのタクマも限界です。タクマも限界です。どうですか高間さんも今のところ。歩きながら食べる。あ、歩きながら食べる。うん、風景を楽しみながら。風景をね。川下り本当するんだよ。なんだ。岩畳行くのにさ、お腹いっぱいってやばいよな。でも聞いてみんな岩畳行くのにね、お腹いっぱい。ああ。やばすぎだろ。願望を口に出すのやべえよそれ。いいじゃないのよ、襲われたいの、襲いたいの。
コード先生。あんたタバコ吸ってる。タバコ。ちょっと待って。キャリーちゃん、キャリーちゃん、移動するからこれ持ってて。これのやつね。なんで食べるの？あ、食べながら歩いて。キャリー、それは全部絶対食べてもらわないと。いや無理だよ。俺がね、言われちゃうんだよ。自分の分は頑張るけど。うん。自分の分は頑張る。頑張る。あ、じゃあ食べてみちゃん。食べれる？結構なんか朝からいっぱい食べながら。あ、じゃあすぐ食ってたもんね。美味しすぎて。いっぱい食べた？いっぱい食べちゃったの？あ、そう。なんでいるって言ったんだろう。このあの。スキャンシャーにフォローされてた。あ、もう会社だから。ありがとうございます。私フォローされてキャリーちゃんびっくりした。あれ？って言って。マジで？うん、嬉しい。豚バラやばいよね。豚バラ。あの豚バラやばくない？腹の厚み、あれ多分ナイフであれ刺されても大丈夫で、あれ多分16センチナイフで刺されても大丈夫で。あ、好きなのか。誰が好きだからいじめてくるのよ。好きな女の子いじめるみたいな。ないわお前、自分の顔見てから言えよお前。いや、ブーメラン、まあ、顔のさ肉がもうほぼこうにボンボンボンってなってるじゃん。でも中村結構いけるでしょ。全然いけない。おっちゃりじゃない。いや、マジ無理。なんで？俺、アンナちゃんだもん、パイプだ。ありがとう、アンナちゃんよ。アンナちゃんよ。無理よ。タイプがアンナちゃん。アンナちゃん、アンナちゃんにポートしてるから、ね、この人。黒髪性高いロング。黒髪性高いロング。無理だって。申し訳ないけど。アンナちゃん終わったでしょ。目がすごい綺麗な人がいいよね。アンナちゃん終わったでしょ。うん、そうだ。あと肌が綺麗な人がいいよね。あとね。キャリーちゃん綺麗じゃん。うん、すごい汚ねえよ。肌は綺麗だよ。お前さ、化粧してるから綺麗だよって言えるかもしれないから、化粧取ったらまずブツブツになるじゃん。ブツブツなんかないよ。そんなことないよ。そんなことないよね。どい、俺ぐらい肌綺麗だといいんだけどね。いや綺麗じゃないじゃん。はっ、もう肌綺麗ってしか言われてないんだよ。綺麗じゃないわよ。何この何、私どうしたらいいの。なんでよ、また割るかよ。割る、返せ、飛ぶほどの目、サングラス。知らないわよ。3万すんだぞあれ。知らないわよ。あいつやべえよ。あいつ、あの人3万のサングラスグッてやってバキッて折ったんだからね。あれ、あんたが言ったら自分返すわって言って返さないんだもん、あの人。修理してあげるから貸しなさいよ。それが引っ越しだよ。なになに、あらあら、いいの。あんたお金出したの。あんた、どうしたのよって言ったのよ。おい待って、ちょっと待って、なんで忘れちゃんで出すときダメよって言うのに、あ、出してって。なんだよ、ダメよってなんだろう。ダメよって。お茶飲むわ。もったいない。俺はいくらしたの？2万ちょうだいじゃないわ。高すぎる。3万は高すぎるわ。水高すぎるわ。あるから皆さん。いや、せっかくだからマイナスない？そうそう。いただけばいいの、そういうのが。ありがとうございます。って言えばいいのよ。そうそう。あの、逆にほら、いいでしょ？もらっちゃいなさい。何なんだろうな、ね、あ、ありがとうございます。全部買ってきたから、ありがとうございます。はい、あ、みんな川下りのね、案内です。はい、あまり騒がないように、どっちがあまり騒いだりとか、あまりお客さんの迷惑かからないようにしてください。はい、はい、放送してもいいけどね。配信は OK です。はい、動画撮りたい。動画撮るんだったらもう左側に詰めた方がいいよね。前回もそうでしたけど。うん、どっちがいいですかね。あのコースが違うんですけど、チャレンジコース、ロマンチックコースと。ロマンチック、ロマンチックコース。誰とロマンチック？誰そうです。嘘でしょ。もう映せないそれ。誰とロマンチックするのよ。で、チャレンジコースは高間くんちょっと違うの。スリル満点です。チャレンジコースはスリル満点です。チャレンジコース行きたい。揺れるわよ。ガシャンマセンから。揺れるよ。チャレンジコース行きたい。ロマンチックコースは緩やかな流れの中、ゆったりと長めの。いやー、ゆったりやだ。堪能できますと。ええー、
あいついつの間にかにできてんだけど、ぶちのめさないとあいつ勝手になんか始まったけど、あいつ何あれ、え何あれ、あの豚チャレンジコースしかないよね、みんな。すごい顔色悪いけど大丈夫？あのね、ちなみにあの船酔いとかする人はめっちゃきついよ。俺やんない、やんない。え、たくまくんやんないの？なんでしないのよ。いや、マジで吐くじゃん、でもあれ。そんなだった2人で違う違う、変な2人でロマンス、変な2人。いや、川下りマジ酔うよ。川下り俺ですら酔うんだもん、あれ。あんたは酔っときなさいよ。なんでだよ。ずっと酔ってるみたいな顔してる。いや、言うよ、俺。言えばいいのよ、たまには。何？お黙りなさい。お黙りなさい。でも、かわいそうじゃん。酔ったらえぐいよ、だって。車もね、めちゃくちゃあるよ。今からじゃあ酔い止めどっかで買ってくれば。うん、それでも酔うの変わんないよ。意味わかんないですよ、それ。え、何がじゃないね、あんた。お土産かな、ね、お土産もなんか買うでしょ。ジブリあるからね、あっちにね。ジブリ館ある、ジブリのね、販売所がある。お土産も買って、中村くん。買わねえよ、もう。金ないわ、もう。2万円ちょうだい。2万円ちょうだいじゃん。ジブリのやつ買いたいわ。3万風邪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 。あ、じゃあこれ川くらい。中村、水かお茶。あ、ありがとう、水。ペリーです、おはよう。あ妖怪大好き。愉快な仲間たちね。じゃあ川下り行きますか。じゃあ雨降りそう、川下り行きますか。雨降ったらもっと面白くない？いや、いいじゃん、そういう時あんたそっちやりなさいよって言うじゃん。何がよ、面白い方行きなさいよ。だマジ目が鳴るわよ。いや、困るって言われる。ロマンチックコースはそこからスタートらしい。ロマンチックでいいんじゃない？ロマンチック。チャレンジ行こうよ。じゃあチャレンジ行くわ俺。一人だけチャレンジあり？ロマンチックとなんかあのチャレンジわかりました。タクマくんチャレンジ、あのロマンチック。タクマくん？タクマくん。ロマンチック行きましょうだけ。ロマンチック行こうとして。こっちが言う。ロマンチックもよ、ロマンチックで言おうぜ。川下りを。おい、バニー、お前どっち行く？チャレンジ、ロマンチック。チャレンジ。チャレンジ、オッケー。あ、バニー、パニーじゃなかったっけ？キャリー、豚、どこ行く？チャレンジかロマンチック。マンタリ。チャレンジはマンタリ。でもやるなら。やろう。じゃあロマンチックもロマンチックでマジ酔うよ。マジで。めっちゃ酔うよ。俺も酔うから相当酔うよ。そうだよ。確かに。帰りのバスがマジエグい。腹入れたから。帰りは。帰りのバスあれマジ気持ち悪い。帰り酔ったね。俺も酔った。めっちゃ気持ち悪くなるあれ。帰り酔った。チャレンジ豚する？チャレンジ豚。まあ面白くない。しかもなんかさ、上雨降ってそうだから激流コースいいんだけどね。いいじゃん。うん。行こう。行きましょう。じゃあ行こうみんな。どうする？最初に、あ、いいか。なんでもない。なんでもないよ。お土産後で行くか。チャレンジするって。あ、飲んでないじゃない。なんだ。胃薬飲むとか。胃薬飲むたくま。俺も飲む。あ、そう。酔いが飲んだ。経験されるんですか。いや、わかんないけど。芋たれ的な。うん。ありがとう。薬剤師みたいな声だった。何？薬？あ、酔い止め？酔い止めじゃない。あの胃薬。そう。胃薬やるだけで酔わなくなるよ。みんな吐くぞ。モンブラン吐くよ、みんな。川に。川にモンブラン、みんな。魚見れるのよ、そう。私は、じゃあ帰りはバスだったでしょ。帰りはバスだったでしょ。そうだ、気持ち悪くなって。大丈夫だわ、言うわかればいいよ。大丈夫だわ、言うよし。チャレンジコース行こう、みんな。チャレンジコース。チャレンジドヤさ。怖いわ。配信する人はだから左の真ん中、左だっけかな。こうやって行くんだよね。こうやってガーッつって、ガーッて行ってバスでここで帰ってくんだよね。あ、そうです。それがロマンチック。あ、それがロマンチック？ええ。逆は？チャレンジは先にバスに乗って、うん、この上流に行って、うん。うわ、上流行くんだ。えぐ。一
きましょう。行きましょうじゃん。チャレンジ。パッパパッパしよう。そんな余裕ないわ。何が？チャレンジ。チャレンジ。何してんだよ。いや待って俺さ、チャレンジ行くんだったらさ、俺絶対寒いよねこれ。寒いよ。超寒いよね。ちょタクも持ってて。あ、見て。上着？じゃ、上着持ってくるわ。ちどうしようどうしよう待ってどっち、あひーちゃんちょっとさ、なんか上着持ってくるから持ってて、なんでしょ、なんでいらないわよ、上着いらないわ、上着だけ濡れるんだからいらないのよ、もっと早く走りなさいよおっさんみたいなね走り方して、とりあえず9名全員って感じですかね、行きましょう、9名で行けます、大丈夫です、大丈夫です、自撮り棒どっかちょっと、はい、焦がないのよ、ここあの自分たち焦がないから大丈夫よ、そうです、焦げも辛いわ、ちょっと兄ちゃん、あ、はい、任せたわよ、何よ、落ちるの、落ちる、期待してる、去年も言われたわ見せ場担当、ね、お願いよ、展開よろしくね、去年落ちてないんだから空気読んで、展開よろしくよ、空気読んでってこと、よろしくよ絵面、絵面、絵面お願いね、本当に、うん、お願いよ、じゃあ落として私が落としたら、あんたよ、ほんとちゃんひどいです、あんちゃんかわいそうでしょ、なんでそういうことするのってでしょ、ほんと言われちゃうでしょ、中村君に落としてもらう、あ、そうよ、あ、中村君でいいわよ、全部ヘイトメントして、中村君ね、で、ほら、かわいそうってお茶漬けいっぱいもらう、そう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 、で、私もかわいそうって言ってもらいましょう、ウィ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 そうよ、ま、貸してあげようか、どういうこと言いたいの、配信、うん、あ、配信したいのか、あ、じゃあ貸してあげようか、あ、ないの棒が、棒なんどっかやっとみんな棒ないの、え、配信つける人はつけつけてもいいの、最初から配信つけるし、本当だ、なんであるじゃないのよ、あなた、私もちょっと棒借りようかし、私もじゃあ誰かの方やめてよ、何よ、必ずしないでよ、あんた、何、いや、本当だろ、本当だろ、読み下ろしよ、読み下ろしよ、読み下ろし、降りてきちゃった、私ね、あのおじさんいける、待って、私もあんたおじさんおじせんね、私結構あの人さんいける、私結構タイプだったね、好きっす、あじゃあ結構ね、ジジイ好き、あこっち向いて、向いたところこんにちはって声向いたところ、そうそう、お見知りおきよって言うわよ、何よ、お尻をドスッピンでよく抱いてとか言えるわね、いや私も全然、いやこの人ね自信があるのよ、すっぴんでも声かかるんですよ、私って言って、何だっけ、何言ってるんだっけ、歌詞を貸して、うん、も持ってて、何言ってるんだっけ、私お化粧しても持ってるんですけど、すっぴんでも全然持ってるんですよ、そんなに垂れ下がってる、垂れすぎですよ、しかも配信外だよ、言ってくるの、マウンティング、配信外言ってんの、そんなこと、いやな、私すっぴんでもいけるんですよ、ちょっとやめてよ、でもモテるんですよ、ごめんなさい、モテるんだ、極端してるよ、何よ、いやよ、激流の中でね、え、なに、え、激流で、激流の中で体下りね、そう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 、いやいやすごい、あ、兄ちゃん大丈夫って言ってね、手を持ちながらずずずずずそのままあれでしょ、北千住の方流れてっちゃうんでしょ、下って帰ってきて、下ってね、川でね、北千住までみたいな、やだよ、東京まで持つのがでしょ、この川だから、そのままね、兄ちゃん東京までね、ほんとすごい話してるわね、本当に兄ちゃん東京まで、勘弁して、モロチングね、モロチング、何モロチング、ごめんなさい、もうねえ、何モロチング、何モロチング、モロチンよ、モロチンって何、モロチンって何、やなもう、いや頑張ろうね、今年はね、彼氏どこまで行ったんだろう、うん、元カレ、元カレから電話かって、どうした、しなかった、しなかった、いやちょっとわかんない、だけど、でも多分会いたい、会いたいってこと、あ、もう本当に無理無理無理、前の暮らしの電話かってさ、うん、なんかどうしましょう、あ、ちょっと待って、本当に無理無理無理、何笑ってんの、いや
萌えの彼氏どれ？これ、これ、あんまり配信でも言ってない。あれ、あの人、あの人、そうそうそう、あなた、ねえ、ちょっと、どうぞどうぞ、やめなさいよ、やめよ、やめよ、あなた、あなた、神霊の、どうぞどうぞ、あなたたち、ちょっと、あなた、思い出した気の神霊、違うよ、違うわよ、違うわよ、あれは、あれは、あの人、あれは、何よ、あの、ケツ無理やり、あの、チンコぶち込まれた人、それ、ベベシよ、やめてよ、ベベシ、ローションなくてケツぶち込まれた人、もう、やだ、もう、もう、ほら、早くだって、もう、ゾゾゾ、やめなさいよ、ちょっと、ダメよ、これババたち、ババたちって、これこの、やめなさいよ。じゃあ塩までしょ。あ、あれよ、図工自分でね。ま、塩がいいの。アソルトでね。な、いろいろね。図工ババや。許して。俺オーデどこ行った？ブスどこ行ったの？あ、ブスは？ブス。ブサイク、おおで来たわよ。何を？嘘、潰れた？ありゃまあ。うん。あ、ジム移転したの？そんなことより早く行くわよ。何どなくなった？何がよ。いいのよもう。カープでも全部お金払って。やだ。可愛いよね。払って。なんでよ。なんだよ、女の子よ、女の子、女の子よ、女の子、残さないからもう、女の子って落とすとか言わない、落とすやめて、残さないから払ってよ、チューしてあげるから、やめて、なあ、ああ、ああ、大丈夫、大丈夫、やられてるの、大丈夫なの、暴行よ、暴行、これ泣いてるわよ、泣いてるわよ、ヤバヤバヤババケモンだと思ってたやり方悪くなるんだから、叩かれよ、あんたに叩かれると関節痛くなるのよ、マジで行かないの、早く死にて、もうハッケーなんだよ、ほんとに、ほんと行かないの、いや行くんでしょ、だからじゃ、はい、キャンプしようよ、行こうよ、だからキャンプしないの、はい、川下りね、早くしようよ、じゃ川下りね、早く早くってどうするのよ、だからどうすればいいの、だから どこに行きますか、どうしたいの、うん、歩くの、お、キャリー食べたんか、お前今、食べたよ、お前嘘つくな、800円返せ、お前、この野郎、食べたわ、全部食べた、証拠出せ、この野郎、証拠とゴミ箱捨てたし、はぁ、全部じゃあゴミ箱どこなんだよ、言ってみろ、いやいや、ちょっとキャ、じゃあキャリーが本当に全部た、食べてるよ、私全部、なんか中村くん、ゴミ箱漁ってる、クソガヤ、クソガヤ、食べたって、ゴミ箱漁ってた、お前ら二人で言ってんな、お金ない、あ、腹やばいやん、やばいよね、あ、出さねえわ、出さねえ、全部出さねえわ、1万8000円、うん、何人分、9人分で1万8000円出すわけねえだろ、12時15分、おお、貸し切り、貸し切りです、貸し切りです、1時間後貸し切りだそうです、貸し切りです、そう、まだ50分あるけど、え、化石発掘体験だって、粘土でできてるわ、割り、私はサメの肌する、え、何やんの、
500円だって。一発500円、でも6種類は入ってる。化石しろ。今からワセちゃんの化石する。これ狙うから。サメの歯にそこに乗せてポンと割ってください。で、割る時にあんまり強くやってしまうと中の化石も割れちゃうので、はい、ポンと加減しながら。で、出てきた化石はこれにても、はい、いい？いいよ。あんまない。あ、意外と割れないね。お、高くね。あ、割れた。あ、痛い痛い痛い。お、あ、何？マイマイじゃない？マイマイ？違う？他マイマイ？入ってる。何それ。リンコネラだね。リンコネラだね。貝だ。うん、外れ。外れなるの。外れ。これ何ですか。うん、リンコネラ、リンコネラかなって感じですね。かな。うん。アセちゃんはサメの歯を狙ってたから外れです。どうすればいいの。もう一発。あ、これ払えばいいの。もう一回やる。もう一個。これ2000円だって。これ2000円。出しなさいよ。出すよ。出しなさいよ。なんか出すよ。ありがとうございます。次は中村君。すいません、領収書お願いします。お一人様分。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。お待たせしてます。中村くん、何？全然、俺も行きたい。もうだって50分ぐらいあるよ。そう、だからうん、12時15分だ。うん、そう、50分ある。結構ある、うん、じゃあお土産見に行く。お土産見に行く。あと下行けばさ、あのいっぱいまたご飯あるよ。ちょっと呼ばれた。あれ、あ、やんの呼ばれた。ための歯。あれ、お前領収書は。あ、もらってない。もらってない。あ、もらっ、あ、お前、あ、また、あ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 、わざ、あ、あ、あ、何？何の。あ、違うわ。これこれ、イタリアかな。オルソ、オルソセラスだね。あ、そうですね、こっちみたいな感じ。うん、オルソセラス。巻きぐそ？やめろ、やめろ、やめろ、巻きぐそは。出なかったわね。もうやめなさい。あんた、もうやめなさい。富を積み上げるの？まだやるの？まだやるの？もう諦めるの？こっち出ない。ね、アンモナイト出る。悪魔の天使か本当。アンモナイト出ないのに、もうやめちゃうの？いいのかよ。サメ。そこのかき氷屋さん、アンモナイト売ってた。だって買った方が安い。いやいや、入れ、そこでさ、買っちゃうって意味ないじゃん。ここで割るから意味があるんで。じゃあ高めの子お願い。やめてよ。ワセちゃん、サメの歯欲しいね。知らねえよ。サメの歯のために来たんだよ。知らねえよ。サメの歯のためにここに来たの。そうなの？新キャラ目でそうなのって言わないで。めっちゃ真剣な目で言うやん。いいの？いや、いやいや、いいよ別に。いいの彼女の。だって前回さ、やいいよって言ったのにさ。もう俺一人でやってくるわ。ちょっと行ってくるわ。マジで。行けるの？一人でちょっとお土産見ない。なんだけど。ちょっといて。何みんなほったらかしにしていいの、そういうのって。よくないと思うわ、そういうことして。全部貝なんだけど。利用するだけして、こうして出るから。私は、やばすぎ。肉便器？肉便器？いつから？結局、俺のとこに矛先が向くんだよ。やめてほしいよ。今度はさ、ね、おでまると行こうよ。おでまると、ね、みんな。中村君見るの？うん、見るよ、もちろん。みんなどこ行ったの？あっち行って。わかんない。今度はみんなでね、おでまると行こうよ。おでまると長瀞に。おでまると長瀞でね。何しに行ったの？あっち駐車場だよ。じゃあみんななんか向こう行ける？いや、駐車場だって。じゃあ、じゃあ、あっちから向こうだもん。あ、そうなんだ。
行きましょうよ。こっちに泊まればよかったな。そうね。車ね。うん、確かに。あ、後ろ危ないよ。はーい。車通ります。あ、相模原。あれペーパードライバー。ワナンバーだもん。ワナンバーか。レンタカー。うん。彼氏ちょっと前夢だもん、ね。本当だ。あのバックするときに。あのハザードランプを焚いてる。すぐ見てわかるじゃないですか。久しぶりに見たわ。バックするときにハザードランプ焚く人。どうしたの？どうぞ、車あるから。え、私焚く？え？ハザード見る？うわ、大当たり来た。どっつくどっつく。うぅ、そうじゃないでしょ、あなた。そうじゃないでしょ、中村君。いいことある。中村、何こうよ、これハートの中に見えるのもあるよ。中村ちゃんでしょ、ね、そうでしょ。中村ちゃんちゃん、皆さんだ。ハートの中に見えるのは、なかちゃん、なかちゃん、なかなかちゃん。ありがとうございます。何受ける、何受ける。いや、お前見ないで。今日かいこついんじゃねえ。なんだその靴下。ほら、もう前の日に笑われてるんだけど。口がいがいる。口がめっちゃガミしきねえんだけど。バリガミしきねえんだ。中村くん、車バックするときハザードランプ自動でつくようにできてます。え、そうなの？なんでここ座るの？え、ここでもいいじゃない。そこで座る。俺ここは座る。いいじゃないの。いつからあんたの陣地よ。ここは俺の陣地。子供じゃあるまいし。そうだ。ありがとうございます。女の子に優しくなさい。ありがとうございます。痛い。あのさ、毛抜くなよマジで。さっきからピチ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 毛抜くなって。どうしたの？やめてって言ってた。毛ついてる。ゴミついてるじゃねえ、毛だって。これ毛じゃなくて毛に、ゴミがここに絡まってる。毛なんだよ。いいんだ、気にしなくて。柵か、出れなくなってる。出れなくなってない。見ろよ、どこ、どこ、どこ。痛いの。痛いの、毛を抜くと。いいわよ、いいわよ。いいわよ、ね、溶けんだよ。いいわよ、かわいそうじゃん。痛いんだよ、普通によ。リスナーさん喜んでると思う、これ。喜んでない。かわいそうだよ。僕はかわいそうじゃないわよ、中村君。俺、いじめかわいそうだよ。じゃあ、私いじめるでしょ。え、向こう、大喜び。もっとやれば、もっとやれば。いや、喜んでないよね。やめな。そんなもんないわよ、全然。何？いや、無理。いいわね。もう7000円も使っちゃったから、もう無理。7000円くらいだよ。え？いや、もうここでも、もう俺は金を、俺は金を出せ。じゃあ、ひーちゃんが出せばいいじゃん。なんで私なのよ。中村が出してって言われたから、あんたじゃないか。なんで自分のことになると、自分のことになるとこんなすごいの。じゃあ、ワセイちゃんが中村君に出してほしいって言ってるんだから、あんた出せばいいんでしょ。お前さ、お前のせいだからな、これ全部。なんでだよ。これ豚がよ。関係ねえだろ、豚。え？豚。毎回毎回たかりやがってよ。豚？なんでだよ。たかり豚がよ、本当によ。豚バスス。もうたかり豚がよ。許せよ。同族嫌悪？こいつの腹見てみろよ。いやいや、豚。春より広いよ、本当に。じゃあ分かった、今からそこで見みんなに見せて、どっちが腹のでかさがでかいかって見てよ。やだよ。これ静かに、静かに、すいません、静かに。
言われたくない。言われちゃう。そう、下品って思われても嫌なの。顔が下品なの。おい、そっか、そっか、おいとかさよでございますね。そうそう、さよでございますね。に、うん、あのこの人たちをほら、うん、あ、ちょっと中村と95キロあのさ、95キロでもお前の腹の方がすげえだろうよ。おい、なんで普通にお前の方が腹すげえじゃない。ちょ、目の前でお前にするどっちの方が腹がすげえか見せたら腹つもちょ、腹見せてるかお前。腹ちょ、じゃあお前、前出てみろよお前。いけるか腹よ。嫌だよ。あ、そうでしょ、こうトイレ、うん、あ、じゃあひーちゃんに見てもらおう、はい、持っておくか。タバコも吸いたらいいのかもしれない。あ、タバコもね、タバコも吸ってたら、タバコも吸ってた、うん、仕事ちょっとマイク忘れると思ったのに、私は言わないと思って。身長が低いから圧縮されてるんだよ。あ、そういうこと？肉がね。だって垂れてるよ、だって。股間まで垂れてる。ちょっとそれ言い過ぎ。いや、股間まで垂れてるよなって、ほんとに。なんで知ってんの？だってお前よくさ、あの水着配信していいの？あ、水着ね。あ、静かに。あ、これやりたいわ。これやりたいわ。これ。俺のモノマネ見たい人は投げてください。お願いいたします。モノマネ見たい人はぜひあのこちらで花火を投げていただけるとあの真似させていただきますんで。ひーちゃんかわいいな。は？そうでしょ、かわいいでしょ。はあ、なに、どうしたの、あれどうしたの。僕はです、喫煙所にいるとかって言ってましたけど。あ、なんかそっちみんな行ってったよ。なんか みんなそっち行った。なんか自分のこの裏で、俺もトイレの場所、トイレってこう、マジ下痢やべえわ。あっち行った時やべえわ。あいつまた何でもキャリーとかって言って裏っ引きしようとしてるよ、みんな。あの豚、あの豚何でもキャリーとかって言ってね。うん、聞こえたでしょ。運営からね、本当に何でもやるの。いや、あのね、肉体労働とかダメなんだって、何でもキャリー。ちょ、待って、トイレ行きたい、うんち。あ、そう、あ、ちょっとね、あ、そうだ、持っててほしいわ。持ってる、うん。まあでも変わんない。俺はもうここのすぐ近くなんだよ。あ、そうなんだ。ちょっと待ってね、みんな、ちょっと待ってね。上にちくるぞ豚。Thank you.
いつら金だけ払わせるだけ払わせる、どっか行っちゃう。いじめだよね、いじめだよね。え、左？タバコ吸ってる？右？もう俺たちだけでジブリ行く？みんな置いて帰るかも。あ、いたわ。ゴリラとゴリラ、ダブルゴリラあっち行ったわ。ダブゴリ、3人のゴリラ。ムーミンとこ行く？ダブゴリ、見た目反射。ムーミンも見たい？俺たちだ、俺たちだけでね、思いやりがない。1万4500円返金になりました。結構安くいきましたね。うん、でもチャレンジコースは何時だっけ？一人1万500円返金で。うん。チャレンジコース？なんだお前パジャマ？パジャマじゃないよそれ。パジャマじゃないのそれ？これシャツだよ。あ、シャツなのそれ。タヌキ恐怖症になってます。タヌキ恐怖症に。先生の枠かかってる。何が？あ、先生の枠にかかってる。キャリー私服のセンスゼロ。え、これやっちょくんにもらったフリマのだよ。だから何？え、可愛いじゃん。うん。兄ちゃん可愛いって言ってくれた。これは？腹でかっ。てかね、センスないって中村に言われたくない。何かよ。え、ダサいって言ってたよ。いや、俺はだって車用のだって服だもん。車運転する用の服だから俺。いいじゃん、かわいい。これ、ね、おしゃれだから私、これマタニティマタニティ服。いや、中村、そう、まっすぐマタニティとか言って、なんかすぐ傷つけようとすることが嫌なんだよ。女の子なんだから言うよ。そう、たやけのことは言わないの、うん、女の子のことは。そうだ、私のことは別に何言ってもいいけど。あ、いいの？いいの？じゃあ殴るもんだって。ダメじゃん。じゃあダメじゃん。殴るもん。じゃあダメよ。私は我慢しなくていい。もうよ。メガネ割るだけ。そうね、メガネ割るだけ。あんとかメガネしなくていい。また俺割られるの？マジだからね、この人トム・フォードのねサングラスぶっ壊したからね、マジで3万のやつ。そういうこと言ってたらね、あんたお金入んなくなるよ。あ、そういうこと？じゃあやめろ。川下りもいいですか？川下りもいいですか？じゃねえわ。出してくれるのか、それ全部、ね、ありがとう。もう新ただ、新ただろ、もう。愛してる。なんでさ、金ばっか俺にそうやってやってくんの？別にお金があるんだけど、中村くんに払ってもらうのが。それ価値があるのよ。そう、遊びだろ一種の。うん、そうよ。うん、うんじゃねえわ。遊びに来ました。うんじゃねえよ。そうよ。からかった、そんなのよ。姉様優しい。本当、守ったね。デーです。ありがとうございます。なんなの。いやーねー、今45分だから早く行かな。残り30分でもう始まっちゃうよ。川下り。あ、ジブリ館は行った方がいいよね。車に乗ってどこ開けないのかな。あ、でも隣があれだよ。あ、そうだね。あ
あん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 パンパンでやばい。性的な配信はやめてください。性的な配信はやめてください。ふわっち落とされちゃいます。アクティビティ、そう、富士見下りやば、うまいこと言ってんじゃねえよ。うまい、めっちゃうまいこと言ってんじゃん。富士見下り行くわよ、お土産世話になった羽や眉天然よりもカバに。おい、そうよ、いいよ。あれどこ行った、玉地くん。自由だね。ちょっと開いたわ。お前な、前と俺は絶対お前を引き離す。やめてよ。お前の何か眉に言ったら眉に全部言いに行く。でも揉めさそうとしないでよ、眉ちゃん。俺これから眉と仲良くなるから。もっと私も仲いいから。俺今後企画で朝から眉っていう企画立てようとしてるから。え、なんで眉ちゃん粘着してんの。朝から眉、朝から眉の朝ごはんを食べに行くっていうのを週1回やろうかなと思ってる。1ヶ月に4回。やば、粘着してるじゃん、眉から。朝から眉ピンポンするから絶対。ストーカーじゃん。バイクであの眉んちに行くから俺。え、眉ちゃんに惚れてんの。いや惚れてるとかじゃなくて、あのね、閲覧あるじゃん、あの人。だから売名しに行く。だから朝から眉っていうタイトル。やば、朝からご飯、朝ごはんを眉の家に食べに行くっていう。やば、ストーカーじゃん。週1で4回で、犬関係で1回で。そうだね、5回は会えるよ。そうだね、あの月に5回ます、会えます。怖いんだけど怖いんだけど。何お前、まゆちゃん迷惑だよ。まゆちゃん、おい、おい、なんだお前、やんのか。おい、嫌でしょ、中村君に。おい豚、お前週5回も。はぁ、嫌じゃねえだろお前。何言って、眼鏡割るぞこの眼鏡。あー何、うーん、食べなさい、自分で、うーん、自分で食べて。食べたいです。何をだよ、おい、食べたいです。食べたいですっていいです。食べたい、俺もち。いや、自分で買ってください。500円です。高いです。高くないです。どんぐり1個あげるから。いらねえわ、一番いらねえわ。何使えばいいんだ俺、どんぐりよ。犬と遊ぶ。犬と遊ばねえわ、変なもの食っちゃうわ。ああ、中村さんの男気見てみたいな。やだわ、やめろや。俺声占いたい、中村くん。恋100円だから、ね、自分で占えるだろ、500円だったら。ないよ、ね、ないよ。もういくらお金あっても足りません、こんなの。なんで俺だけこんな金使わされなきゃいけない。あ、おしゃれなお店ね。かわいいよね。先生ね。何これ。ヒーさん、ヒーさん、これ買って、ヒーさん、これ買って、かっこいい、これ。ヒーさん、そうっすよね、これ。ショルダーとか、あとリュックにもなるね。っすよね、キャンプにも、キャンプギアにもくっつけますよね。でポッケもね、マッチ付きで。ヒーさん、これ買って。なんでちょっと待って、なんで自分の時はそんだけ無理なんだよ。あ、絶対可愛い、これ買ったければ殴るために。やめてよ、流木ね。なんで殴るために流木買うんだよ。使い方間違ってんだよ、バリ間違い。使い方間違ってるわ。すごい、でもキャンプギアめっちゃあるわ。キャンプギア、はるちゃん、はい、これギアが売ってる、いっぱい。なんかリンガーハットみたいな。邪魔なハット。可愛いわね、すごいボリューム。あ、これじゃない、トーチでしょ、これ。なんだこれ、トーチ。最近流行ってるやつですよね。そうですね。大将さん、はい、大将さん言ってたやつ売ってるよ、ここに。これそう、スウェーデントーチ。テテさんにお土産。今ちょっと帽子しかない。そう、キャンプギアいっぱい売ってる。ナートロだからか。中見たい。なんかある？なんかキャンプギア。あ、キャンプ系か。キャンプ用品っす。うん。中村くんいいじゃん。ここに売ってるんすか。めっちゃ欲しいのいっぱいあった。高いの？え？高いの？
10万使おう。あのさ、なんで俺に金を使わせるんだ。意味がわからないでしょ。いいじゃん、いいじゃん。だって欲しいんでしょ。うん、買えばいいじゃん。これめっちゃかっこいいよね。そう。ね。うん。あ、そう。ほら、なんですって？セール配信してくれてるからセール価格よりさらに安くします。安くします。あ、なんか買ったら、せっかく言ってくれてるんだから。買えばいいじゃないの。この帽子似合ってる。じゃあひーちゃんこれ買って。そう、なぎら健一みたいで可愛かったよ。じゃあ買ってってひーちゃん。安っ、3000円じゃん。これ安くしてくれるって思って。中村これ買って。安心してるからあんた割引なの。あ、いいや、可愛いウーパールーパーの。ウーパールーパー。中村君かぶってみて。みんなが被りたい。いや、それね。中村君かぶってみて、これ2個しかないです。2個だけしかないんだ。2個だけなんですか。私とヤセジの買って。いやー、なんで。ウーパールーパー可愛い。それいくらですか。3600円。お願い、うん、なんで俺ここまで言われんの。お願い、お願い。いや無理、ちょっと無理無理、やだやだ、もういくらあっても足りない。俺大事にする、大事にするとかじゃない、一生大事にする。中村からもらって入浴剤まだ使わないと。あ、そうなんだね。中村くん何ももらったことない。私ちょっと待って、一旦じゃあ俺後で来よう。ちょっとそんな悲しい顔してんの。じゃあいい、私買うよ。私買う、私買う、私買う、私買うよ。じゃあ俺が買うから。あ、どうぞ。やめろよ、これ。いいから、それいいから、それ分かってたけど、いいから、いいから、それ買わないから、いいから。ノリがいいじゃねえ。ノリいいじゃない。これいい、これかわいいよ。マジ軽っ。2600円、まあキャンプ用品の値段する。お姉さん、何これ。嫌なチャラだと思うから。かわいいわね。中村さんこれですよね。買ったの。それは、あ、そうだね。あとこれ、これが多分そうだと。あ、それもそうだ。あ、これもこれですよね、これ、うん、これ巻き、あ、まな板か、これ。まな板、これまな板か、かっけえな、これ。天板、ローテーブルに。ああ、なるほど。カメラの三脚に。はいはいはい。ああ、はい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 。裏にね、カメラと同じ穴が開いてる。ああ、なるほどね。なんでこう高さを自由に変えられる。あ、めっちゃいいわ。めっちゃいい。ソファーの横。はいはいはい。これどうする？これ生贄にする？これね、お守りみたいな。はい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 。なんか笛吹いて幸せを集める。南米の方の。うん、おでまるのね。妖精。うん。おでまるの友達にするこれ。おでまるの。自分で作ってやりたいんですよね。マユニ、サメさん、ありがとうございます。いいじゃん。そうですよね。昨日あたりかと。前に流木買ってく？前に流木、前に前に流木買ってくの。1万円からで。はい、お願いします。領収書だけください。うわ、めっちゃいい、これこれめっちゃいい、めっちゃ使えるこれ。めっちゃ使える。めっちゃ使える。そうだ。椅子だってこれ。椅子。スパゲッティよ。あ、確かに。うわ、こういうの欲しいんだよな。百均とかで。帽子買うの結局。買った。二つ？うん。あ、本当。いいじゃない。あ、似合ってる。
似合う似合う。もっとね深くかぶった方がいいよ。T シャツかわいいね。そう。あそうだね。